井本さん、はい、どうだったんですか？え、どうだった？オーディションですか？オーディションもそうだけど、入ってから、はい、入ってからこの先輩、はい、私まずオーディションでこんななんかみんなみたいにはっきり喋ってなくて、オーディション金魚のモノマネだけして終わったんですよ。嘘、はい、よく受かったね、はい、金魚のモノマネしますって言って、面白いやつ枠かな、はい、変わった人枠みたいなね。本当になんか意気込みとかほぼ言わずに金魚のモノマネしてありがとうございましたって言ったら受かったんですよ、はい、だから入ってからすごい苦労をしてしました。金魚のモノマネって何ですか？金魚の時に、いやちょっと無理です。なんやっときな、やっときなよ。もうすごい空気になるんですよ。いいよいいよ、ここすごい空気だから、もともとすごい空気だから気にしなくていいよ。はい、もうこうやってやって終わったんですよ。かわいい、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 はい、それだけやって、うん、でなんか今回はなんか課題曲みたいなのがあったらしいんですよ、うん、11期生は、うん、私たちの時なくてその場で振りを覚えて、あ、そうね、うん、その場でなんか歌も歌って、ごめんなさまで、ね、そうそうそう、うん、で一切ついていけなくて、うん、もうなんか印象悪いっていうか、もう全員もう嫌だって思ってたんですよ、うん、踊れるから私できないのになんでみんなできるの、嫌だ。そうですそうです、嫌だってなったんですけど、うん、受かってすぐ1回目の、うん、あのレッスンも、うん、なんかポージングのレッスンからだったんですよ。ダンスとかじゃなくて、意外にマンゴーに合わせてポーズポーズって言われて、ね、こんなのも決めなくて、やってたやってた、青海さんとかもすごくって、そうそう、うん、覚えてない、もう本当に覚えてない、うまかった。で先生にも青海ちゃんすごいよ、お手伝いしなさいって言われて、私はあの順番が回ってきたくないから、うん、列の一番最後に行って、うん、なるべくこう何回も来ないようにズルしてたの、はい。いいそうですね、いい、11期生へこんな先輩にはなり見習わせてください。はい、怖かった先輩はいないですね、うん、みんながしっかりしすぎて私がちょっとダメだなって思いますけど、うん、はい、反省会反省会しちゃった、はい、すごい、うん、ありがたいです、うん、仲良くしてくれて。でもこの人舐めてんだよね。、ね、この人舐めてんだよね。優しいですみんな、うん、優しいね、はい、ね、オーディションってわからないですね、何で、ね、うんうん、受かるか本当にわかんない。稲野もなんで受かったかわかんない、ね、でも青海さんはもうすごかった、なんかでも受かりそうな雰囲気が。でも稲野も面接の時にカラオケが好きです、うん、歌うのがだから好きですみたいな、うん、もうダンスはなんか踊ったことはないですけど、うん、なんか踊るのも別に好きですみたいな、本当に、そうそうそう、本当になんか友達とよくカラオケ行きますみたいなぐらいなの、本当にだからよろしくお願いしますみたいな、頑張りますみたいなぐらいなの、なのに受かったから、うん、本当に何が良くて何が悪いとかないと思う、うん、何が分かんない、うん、本当に SK 分かんないもん、うん、確かに今も分かんないもんだって、うん、SK 何考えてる。でもよく見つけ出したなみたいな子もいるじゃん、いる、ね、そう、だからすごいよね、すごいなって思う、